特に話すことがない。リリナ、イエス。ちょっと前髪ほんとやばい。こんばんは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 。二日ぶり？多分二日ぶり。二日ぶりです。二日ぶり。昨日できんかったから。二日ぶり。てか、お久だ。お久しぶりだ。お久しぶり。席来たよ。まあ、席呼びはあなたしかいませんね、もう。消えちゃった。忙しかったっていうか、私、基本ショールームできない日は自主練頑張ってる日だと思ってくださいって言ってたので、その通り自主練しておりました。待って、あ、タワー来とる。待って。待ってね。ちょっとつかめない。あ、もうくんさんだ。タワーだ。あ。ねえねえ。ありがとう。ちょっと待って、必死。ゲリラ、誰と同部屋かな。みんなめっちゃ同部屋気にしますよね。ペン、よいしょ。ペンが取れん。ペンが取れん。取れた。頑張ってじゃないわ。よいしょ。よいしょ。あ、ごめんね。今日ほんまに絶不調だわ。もんくんさん。アングルが違う。手持ちなんでね、ちょっと変わりますね。大丈夫。ぐっちゃこってあれですね。くっきりですね。いつもなんかぼかしぼかしだけど、くっきりだ。ありがたわ。ちょっと待ってね、今必死なの。あ、間違えた。合ってる。よいしょ。で、よいしょ。必死なの。待って、必死なの。すごい。あ、ごめんね。あ、手についた。よいしょ。ちょっとハートが汚くなっちゃった。もうくんさん、とはありがとうです。ありがとう、うさぎ。ありがとなり。イエーイ、イエーイ、ありがとう。ハートがね、もはや丸になっとるけど、まあこんな時もあるってことで、よき、よきよきよき。よきよきよき。ハートがハートっぽくない？綺麗で綺麗。ごめん、今日テンションが多分ローテンション。雨嫌いなんで。テンションがローテンション。上げてけれ。何の話して上がるっけ？基本アニメの話したら上がるんやけど。唇今日もキュートなんだけど、ちょっとつけすぎた感。取りたい。取れた。鏡見ずにつけたから。よいしょ。今、ユニコーン。テンションが、いや、なんかね、手持ち言うても三脚にやって持ってるから、いつもはなんか iPhone じゃないわ、Android をこう持っとるけど、なんだろう、三脚の分それはすごい楽だから全然大丈夫なんだけど、とりあえずテンションが低い。
もうくんさん、これは当選ですか？当選ですか？出すかやって。当選ですか？当選祭りだよってずっと言ってます。そんな同質気になりますか？知りたいですか？知りたいですか？知りたいねんて。教えない。出した声。出しよったあの子。出しよった。出しよった。出しよったよ。怖。怖。出しよった。安定だわな。安定だわ。安定。安定。でも姉ちが決めてないもんね。わしらは決めてない。鍵渡されたら部屋が地方だった。手だけ安定なの。あ、当選。ちょっと何気に傷つくこと言いますね。いいね、いつかはだから。ちょっと待ってきれ。宣伝の音あった。握手って今やってますよね。そっちやっとかんと。宣伝が多い。すごい。二人部屋です。席濃いわ今日。いやね、ローテンションなの。すごいテンションがね、低いの。なんか雨に降られて濡れた時点で上がんないの。あ、関東に遠征。よき。よきよき。お疲れなんかね。お疲れなんかね。なんかね、テンションが上がんない。あ、めっちゃ握手会来てくれてる人がいっぱいいる。来てくれてる人じゃないわ。来てくれる人。お楽しみ。席バッジ？あれ、ツアーのやつですか？アーシャのやつですか？すごい誰かわからないやつですか？ あ、生写真私買ってない。いいな。席は握手会。お、また来てくれる。1月なのに、兄ちゃん、お、正月明けなんで、あれですね。明けましての日だ。明けましての日、明けましておめでとうの年だ。年じゃない、月だ。勉強しなあかんし、さよならするわ。おやすみ。てか、みーちんとか呼んでないやろ。今呼んだだけ一緒。買わないのというか、買えない。余裕がない。長袖よ。もう季節替えした。衣替えだ。衣替えの日。間違えた。衣替えした。めっちゃあったかい。陽気。ザーザーしてるのは同室の子が歩いてます。明日からまた暑くなる。ねえ。ねえ。寒いよ。よきよき。まあ、たまには落ち着いておしゃべりの日ってことで。いつもはね、落ち着いてないから話もできないんで。ねえ。まあ、明日暑いんや。暑いのも嫌いだけど寒いのも嫌い。結論全部ダメだ。で、虫がいないから冬がやっぱ好き。冬がいい。冬が好き。なかなか豪快に、そうですね。なんかお片付けみたいな。はい、私のベッドで寝たー。私のベッドの上にある荷物を全部のっけて寝てますね、今。のいてね、後で。めっちゃ笑っとんねんけど。めっちゃ笑っとんやけど。ガサガサガサ。テスト期間ないけど、おすすめの勉強法。私、詰め込み型なんで、人におすすめする勉強法がない。おすすめできる勉強法がない。なんか、
学校からテスト週間って終わるの早いから、学校から帰ってすぐ寝て、夜の12時とか11時とかそこら辺に起きて、お風呂入ってご飯食べて、3時から勉強をスタートして、5時間4時間あの一個も音を消して一点集中型でやる人間だから、めっちゃその習慣も肌荒れるし、だからおすすめができなくて、だからおすすめの勉強法がなくて、すごい申し訳ないですよね。一夜漬けないですよ。だからね、次の日とかなったらテスト後とか忘れます。テスト後とかなるとほぼほぼ忘れてるから、日本史ももうほぼほぼなんか絶対出てこん。そんなんで覚えられてるから日本史100点なんです。えぜそう、一応私には合っとった。みんなに合っとるかはちょっと人によるからあれだけど、私にはそれが合ってたかな。でも肌がボロボロになってます、その習慣。レモン姫頑張ります、絶対いじっとる。なんかね、友達が頑張りますを見て連絡送って、連絡 LINE 送ってきたんやけど、なんかみーレモンは牡蠣なんて読まへんでみたいな、めっちゃいじりがめっちゃきて、黙ってって言って言っといたけど、永遠に今もね、今もずっとレモン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 ってきてるから放置してます。でもそれぐらい家族にもいじられてる。それなりの代償、剥がれみたい、剥がれみたい、レモンレモンレモンってくるから、なんかちょっと上がってきた。レモンは本当に本当に嘘じゃなくて、レモンは本当に普通にやったら読めるんですよ。本当に嘘じゃなくて、これは関係持ってるのでそこは全然嘘じゃないんですけど、だからこそちょっと悔しかったかな。っていうか勝ちたかった、前も負けたのに次こそ絶対勝つねん、次こそ絶対勝つじゃないと。ずっと今 2回とも負けてて、でもなんか最後の運で3回目に出れるから、これは勝たないとダメなやつだって、これは神様が勝てって言ってるんだと思ってなんか次勝つと思う、自信ある。何する何するとか全く知らんし、いつやるとかも全然分からんけど、全然分からんけど、勝手な予想やけど勝つと思うそう、あれ私が勝ったら、そうですね、3度目の正直ですね、3度目の正直。なんかそのか負けても結構存在感あったよって言われたんですけど、ファンの方には。でもなんか最後の笑いが止まらないで存在感がバンみたいな、あそこなんかバラエティ的には良かったよって、私のあの発言すごい後悔したんですけど言った後に。でもファンの人はあれ、あそこめっちゃ面白かったって言っていただけたから、なんか良きなのかダメなのかはちょっと複雑でしたが、複雑でしたが、笑顔って笑顔ったねえ、あの発言は本当に全然そんなこと話すつもりなくて、なんかヘラ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 笑ってたら、その中島さんっていうアナウンサーの方がすごい見つめてくれてて、で周りもシーンってなってたから、あ、何これは、これは発言を求められてるやつだと思って、普通に私ヘラヘラ笑ってただけなんですけど、思いのほか声が響いちゃって、なんかコメントを求められる空気になっちゃって、これコメント求められてると笑いながら思って、なんかこれ喋らんといけんと思って喋ったら、あれだったあれだった、絞り出したのがあれだった。もう言った瞬間あーと思った、やっちゃったって思ったやっちゃったと思った。ねその後にはるちゃんにもいじられて、あっちゃーってなってるとこもなんかカットされずにあったから正解だったのかなって思って
けど自然と出たコメントがあれだからやばいなと思ってやばいなと思って、バラエティ的には正解だって言われたんですけど、ちょっと後悔しましたよね。終わった後にあの滝野に LINE しましたよね、やってしまったっていう。滝野に LINE して、なんか滝野がその仕事で行って運で撮った時に、なんか滝野聞いたみたいな、に聞いたよって、次も頑張ろうねって来て、あのめっちゃ最後の最後にやっちまったみたいなくて、どうしたのって言われて、言ったらああそれはてんてんてんみたいな感じに来たでも次田中と滝野の仲いい二人だから、また仲いい二人で戦えるのはずっと STU チームが連勝していきたい。なんか今2連覇中だから、次も勝って、次も勝っていこう。てか個人的には勝ってないから、個人的に勝ちたい、勝ちたい、勝ちたい、ファイトだ。よいしょ、19分。なんか仲良くなったら名字で呼んじゃう。なんかね、滝野とか田中とか、滝野ユミニとも呼ぶけどね、ユミニとも呼ぶけど、根拠のない自信、オチョじゃん根拠のない自信とオチョですよね。オチョのあの受かった後の発言の時に根拠のない自信をみたいな感じで、じゃあ石田って呼ぶ？石田二人いるのでごちゃごちゃなりますせ、なりますせ。仲いい子と名字呼び、なんだろうな、私なんか仲良くなった人ほど変なあだ名で呼んじゃうんで、カノンちゃんとやったか、カノンタンみたいな感じ。アイミンはアイミンがもうニックネームやけど、なんかアイミンって出てからさこそ、それ逆に、ね、呼び方が変えてアイミンって呼んだりとか、変えちゃう、変えちゃう。今ヒナプ、ヒナプはヒナプで、あと別に誰もおらん。あかりんはあかりん、あかりんはそんな深い意味ないけどね、あかりんはあかりん。だからなんか、あ、友達の名前言えんから例が出せん。なんかと、なんで例が出せんけど、友達の名前が言えんから例が出せん。誰だろう、変なの。例が出せないけど、あかりんといえば下のあかりん、須田あかりさんもいますし、佐藤あかりさんもいますよね、いっぱいいますね。なんかあかりって名前はホテイトさんに多いイメージがあります。いや、そう、その時の気分で呼び方変える。だからパパも、パパの名前が A やとしたらなんか待って、 A じゃないな、 B やとしたら B ちゃんと呼ぶし、なんかダディとかパピーとかパパーとか、お父ちゃん、お父様とか、毎回パパ、パパで結構呼び方、パパだけで6通りあるから、普通に呼び捨てしたりする。ビーっておじさんとも言うし、おっちゃんとも言うし、ママはマミーとか。ん？誰？怖っ。マミーとかママとかお母様。なんか誰かが叫んどる。おちょちゃんといつも部が一緒だから狙われるんだが、ダメだけんね、ほんと。何出たよね今、さらっと出たよ今。え、違う、それっていうこと。そう、それって言ってます。おちょめっちゃ
釣るよね私のレーンに歩いてきてる人をめっちゃ釣るからなんかその人多分めっちゃ話すことを考えてくれてると思うんやけど、おうちが釣るから、え、めっちゃなんかおちちゃんにめっちゃ釣られるって言って、ああそうなのみたいな、ダメだよみたいな、慣れたよみたいな、誰でもするからねって誰かに言ったもんおちちゃんとか行っていいって、いやおちゃんもうみんなにしてるから、私はみんなにはしないからみたいな、好き、なんか私のこと好きな人にするからみたいなことめっちゃ言った。プロよプロよ。でも私のファンは本当に偏見とかそういうのなしで、良い人がいっぱい、いい人がいっぱいってイメージ、本当に本当に思うの最近。なんか別に誰かのファンが悪いとかそういうことじゃなくて、誤解される前に言っときますが、私のファンはなんかすごい優しい方ばっかで、いい人ばっかで、なんかすごいそこは恵まれてるなって最近めっちゃ思うよね。なんか悟っとんよね、ずっと悟りに入ってるもん。見てなかったか知らなかった、さすがさすが、いい人なんよ。で今完売させたいとかそうやって言ってくださるのも嬉しいし、なんか見えない努力と見える結果って言ってるから、完売を目指すって言ってるし、そう、それをなんかなんだろう、一緒に頑張るって言ってくださるのもすごい、なんかね、切磋琢磨じゃないけどめっちゃ思いついたあいみんとカンナが喋っとったから、なんか抱きつく、かわいい。でも最近あーちゃんめっちゃ好き。あーちゃんにね、よく膝かっくんとか後ろからバッていくのが最近好きめっちゃいく、めっちゃ驚くから、それが好き。レズ疑惑は笑ったレズ疑惑はもう家族からも言われてるんで、そう、めっちゃ言われます。でも可愛い子が好きだから、可愛い子が好きだからアイドル好きだし、だからこそ FTU すっごい天国、可愛い。なんか私が基本的に末っ子だから、なんか末っ子っていうのもあるのか知らんけど、やっぱ抱きつくのがすっごい落ち着く、はぁってなる。みなりがいっちゃんかわいいよ、ウェーイウェーイ。石田さんが一番タイプ。でも私のこと別に推してないっしょ、高校でしょ。みーちゃんがライバルだったとは、いえ負けへんで。あ、みなみ特技がないよね。特技作りたいって今ずっと思っとって、なんかね全部中途半端で、絵とかも好きだけどめっちゃうまいってわけじゃないし、特技が欲しい、特技が欲しい、特技が欲しい。なんかペン回しとかできたいのにできない。記憶力は確かに得意なんですけど、私最近思ってて、記憶力、確かに記憶力って得意っていうのかなって思ってて、でも本当に記憶はすごい入るんですけど、何ですか、しかも特技何ですかって、記憶力ですって言って簡単に披露ができないから、なんかパッてできるですごい驚かれる特技が欲しいなと思って、これはもう何か探そうって思ったんやけど、別に難しい。基本的に不器用なんで何もできなくて、基本的に運動もできんし、白いワンピースが揃わん、白いワンピース一番いいのに、数少ないかな、うつりっつも悪いから ありがとう、石田さんに共感できます。共感さんって呼ぶね。長生き。長い。誰もやったらものまね。
本当にモノマネとかできんくて、メンバーのモノマネは最近したけど似てないし、白アンピミーチ1枚だけなんか出ないね、ユミにも出んかったしみたいな。15日の水道大阪と21、あ、ここだよ、うちは、あ、探しますね、見つけたってしたい。ドーナツ、ドーナツ食べたいわ、はるちゃんだ。なんかたこ焼き、たこ焼きって大阪のイメージありません？ふーちゃんとはるちゃんいるもん。徳島ツアーの動画見てた、あ、映ってましたか？私見てないんで知らないんです。映ってたのかな。上、おい、正面、明石焼き、あー、明石焼き、明石焼き作れますみたいな。明石焼き、もう20分か。時間設定したら本当に早く感じる。よいしょ、待って、お待ちを、ちょっとあることをする。でもそろそろ寝るとやばい。絶対超えると思うから、宣伝あるし。あー、毒舌キャラ、私気にしいなんで、毒舌でね、毒舌開いたら後々めっちゃ気にしてごめんなさいって絶対言う。何か言ったら後でごめんねって、ごめんねって。宣伝タイム全部やるとね10分ぐらいかかっちゃうんで。あ、ユミニンはみーちゃんの写真出さなくて、私ずっとユミニンの配信見てたんですよ、自分の配信終わった後に。でコメントでファンの、ユミニンのファンの皆さんも私のファンの皆さんもいて、ユミニンのファンの皆さんはもちろんだけど私のファンの皆さんもいて、でなんかみーちゃんを出してあげてってコメントが多発してて、あ、この前の1回目で私が出なくてなんか寂しいんで悲しいんだからみんな言っとるわと思って、で本当になんか次はば、あ、なになにさみたいな、そろそろみーちゃんを、そろそろみーちゃんをみたいなって、一人でずっと笑っててなんか面白いと思って。で終わった後になんか結局最後の一枚がナナさんで、なんか最後がなんかダブったという最後はナナさんなのはかっこいいねみたいなことを送ったら、ユミにはそのコメントを見つけれんかったから後で連絡が来て、これ話したわ絶対、いいや、そう連絡が来てみーちゃん、なんかみーちゃん出してあげれなくてごめんねって言ったから、コメントでなんかみーちゃんを出してあげてってコメントが多くてめっちゃ一人で笑ってたって言ったら、なんか私の開放配信あの何でしょう、開ける配信、披露配信、なんか披露配信、なんか開放、え、分からん、配信イコールみーちゃんだから私のルームみたいな感じに言われた、そうなのみたいな。1回目でいないから悲しい、開放配信だ、そう、開封配信イコールみーちゃんでなってるのみたいな、なるほどみたいな、また私のこと見つけてねみたいな言って終わった終わった。開封ね、たまにバカが出るからやばい、これ素で出るから。開封、気づいた。ああ、ゆき、さあ、そんだいで、ねえねえ、褒めてくれたらね、最近ね、いっちゃん最初の始めぐらいの配信で、私基本的になんかアンチとかディスられてるコメントばっか読んで、なんでそんなこと言うんですかみたいな反応ばっかりしてて、褒められるのは慣れてなくて、褒められたら
基本そのコメントスルーしてて、スルーするかありがとうございます、なんか思ってないのみたいな感じに出ない感じで言ってて、けど内心すごい喜んでて、で最近それが素直に受け止めれるようになって、そう初めてって、褒められるコメントに素直にいけるようになって、それを成長したんだよって言いたかった 褒めても疑ってたし、なんかね今もネガティブなんだけど、最初の頃はもっとネガティブでやばくて、そうなんか選抜発表後はすごい願ってて、なんか絶対私が選抜入ったのは誰なんか認めてくれてるとか喜んどるのは私のファンだけで、他のファンの皆さんは絶対南は選抜にふさわしくないと思ってるみたいな感じずっと思っとったし、今でも握手会が私がだけ部数が違うのとか、なんか絶対そういうのも関係していたらなんか怖いなって思ったし、なんかいろんなことをすごい考えてて、で自分のこういう考える性格あんま嫌いじゃないんだけど、なんかこういう客観的に自分のことを受け止めるし、誰かのなんか気にしてることとかもなんか気づきやすいから、なんかそういう考え方は好きなんだけど、なんかそのなんか考えすぎて死ぬ時があって、なんか選抜入れて嬉しいし、選抜の仕事も増えて、けどそれやっぱするたびにやっぱアイドルってもうずっと壁があると思うんですよ。壁がない時はないと思ってて、で入ったら入ったで大変なことはいっぱいあるし、で私だけ一部とかそのダンスとかも未経験から始まったから、自分のできることから頑張ろうと思ったら、そうダンスを頑張るしかなくて、そうなんか自分のできることから頑張ろうと思ったらダンスを頑張るしかなくて、でそのダンスを頑張ろうと思ったらショールームができない時があって、でそれをファンの皆さんに言ったら、なんか本当にこれ何回も言ってるからもう聞き飽きたと思うかもしれんけど、そのみーちゃんが頑張ってるのっていうのが頑張ってみたいなっていうのをすごい言われて、配信しなくていいしみたいな、できる時にそういうのがショールームだよとか、配信をミーペースにしたらいいんだって、ミーペースってみーちゃん言ってるじゃんみたいなことめっちゃ言ってくれるし、でなんかみーちゃんが配信してない時はみーちゃんが自主練頑張ってた時だねみたいな言ってくださって、気兼ねなく自主練もできるようになったし、やっぱそれで徳島の時にみなみダンスすごい褒めていただいたんですけど、配信で。でもこれも言ったけど、なんか皆さんのおかげだなと思うし、なんか本当に自分って自分だけでできてないから、周りの人に支えられて生きてるのはすごい実感してたけど、改めて思ったし、でなんか完売させたいですって言ったら基本私の願望じゃないですか、一部気にしてるのも私個人の感情だし、そうなんかファンの人からしたらあんまり気にしなかったりしても、私がすごい気にしてることをなんか個人的な感情で完売させたいですって言ってるのは、普通は私の感情だけなの、願望なので、みんなそうなんだって終わってもいいと思うんですけど、なんか頑張るねとか、なんか頑張るねっていうのはなんかあれなんですけど、本当に無理なくっていうのを私はずっと言ってるんですけど、頑張ろうねとか、なんかそのなんかいろんなこういうことを言ってくださって、でなんか私が基本的にあんまり自分のしたいこととか思ってることを言わなかったら、初めの最初ぐらいの配信でなんか言ってほしいみたいな、そういなんかみーちゃんが願ってるってやりたいこととか叶えたいことはなんか知りたいから言ってほしいって言ってくださったから、私は完売したいですって言えるようになったし、なんか本当に私個人的な考えとしては、人としてはすっごい弱くてちっぽけなので、だからありがとうって感じ ありがとうって感じで、だから完売なんだろう、自分一部っていうのはすごい気にしてるけど、ファンの皆さんが頑張ろうって言ってくれたから焦らず頑張ろうみたいな思う。ほう。やば。
私基本語ったらね入るんですよね。語ったら、いや青になってる。うん。っていうっていう配信っていう配信でした。あら、ありがとうございます。うん。え、もう、ちょうちゃんいないし、ちょっと延長して。そう、弱いからこそ頑張る。私が頑張らんといけんし。そう、なんか、おしむ中華でも嬉しかったから、完売だったらもっと嬉しいんだろうなと思って。で、本当に、今回50枚目のブス発表されたときに、またいないだけかと思ったし、だからね、でも焦りは禁物ってすごい言ってくださるので、焦らず頑張るけんね、頑張るけんね、頑張ってみひ、頑張るんで。なんか私って基本的に本当に始まった時と終わる時の高低差が激しい激しい。そう、モバメは、そう、モバメがなんかいつ始まるんかちょっと把握できてないんだけど、モバメでは多分なんか本当にファン、本当に私のファンの皆さんが撮ってくださるから、本当にいろんなこと話したいなって、深い話から話せなかった話とか、ちょっと事故ってる写真とか、なんかモバメだからこそ喋れる、モバメだから載せれるっていうメールにしたいなって、特別モバメ特別的な感じにしたいなと思ってて、そうなんす。だから楽しみにしていける、楽しみにしてけれ、イエーイ、モバメドルありがとう、イエー、ポキって言った。なんかね、この部屋めっちゃ暑くてね、これチークとか何もしてないんですけど、真っ赤ですよね、リンゴ病みたいになってますよね。撮るのが怖い、なぜ。なんぼがね、真っ赤な、真っ赤なメイクじゃないの。私チーク基本的にあんましないんですよ。口を結構塗るので、なんかチーク塗ったらこいこうってなるから、ここ白くて口をちょっと塗るって思うんですけど、思ってそれをやってるんですけど、なんかお前なんか部屋があったかくてポッカポカなんですけど、宣伝しいよ宣伝しいよ。そのペンでメイクしてないわ、してないわ。はい、宣伝。毎週土曜日23時から23時半、RCC ラジオ ST48 のちりめんパーティー。出演は ST48 で、メンバーは週替わりで変わります。で、ボールボーイの佐竹さんがアシスタントを務めてくださっていて、すごい私は初回に出させていただいたんですけど、なんか本当に話をすごい広げてくださったので、気が、なんか怖、基本的に喋って、広がらなかったらどうしようって思ってあんま喋れないんですけど、なんか佐竹さんとかその時奈々さんもいたので、すごい広げてくださって、なんか怖くなくなったので、本当にまた出れたらいいなと思います。アドレスは、あ、st48@rcc.net になんか出演予想とか、その今回出るメンバーへのメッセージとか、そういうなんかいろんなことを募集してるので、よければください。まとめれんで、広島テレビテレビ派内コーナー虹色セトリップにレギュラー出演決定。週替わりでメンバー1名が出演しておりまして、10月6日から今日か、ユミリンか、じゃあ今日から毎週金曜日に出演決定になってますので、これから STU のメンバーをたくさん見れる機会が増えるんじゃないかなと思ってます。私もしたい、毎週水木テレビ新広島 TSS みんなのテレビ内コーナーで、カープコ TV2 に今村美月アナホの中が出ております。これは本当に毎回毎回髪型とか変わってるので、そういう面でもあれですね、お注目ですね、ご注目ですね。なんか本当に毎回毎回髪型が可愛いので、
そう、たまそういう時にしか見らない髪型とかもあるので、すごいこれはご注目ですよ。これ終わってた、終わってた、お待ちね、お待ちって言っちゃったね。あとイラスト、そう確かにありがとう、教えてくれて。で10月22日毎週日曜日15時に広島ホームテレビの配信番組 ST48 が行く江田島発見ジャーニーに石田千穂、石田みなみ、山田美月が出させていただいてます。出させていただきます、出させていただきます。で全12回を予定しておりまして、車両はポルポルスタジオで生配信の様子も観覧可能です。チェックしてね。ね、風呂からのぼせないでね。でこれ終わってて、これまたあの発売日をとか終わってたら教えてください。で BLT さん11月号さんも発売しておりまして、磯貝香の一岡由美、今村美月、岩田ひな、竹野由美子、トロベリー、矢部下風かまなかったです。でプラチナフラッシュボリューム1に竹野由美子ちゃん、これ見覗いたけど可愛かった、綺麗、可愛いっていうか綺麗で、これ終わってて、これも終わってて、これはあるわ。10月15日第26回心の歌コンサート、ハイスタッフホール大ホール、榊菅原町福田藤原森ですね。岡山鏡ですね。あ、舞肌本物、これ舞肌のアバターめっちゃ可愛い。蜂だ、どうやって撮ったのそれ、どうやって出るの。待ってね、待ってね、本物か、イエーイイエーイ。ごめんね、宣伝のだからね、ごめんね。今年で9回目スイート大阪フェス2017、10月15日の日曜日で18時半から19時頃に水上ステージでパフォーマンスをさせていただきます。会場は中之島公園芝生広場付近水上ステージで、メンバーは石田みなみ、岩田ひな、元にまれの尾崎まみ、海国は新谷ののかみにわしありさです。なんつった、なわち、まやちゃんハッピーバー。13歳ですもんね、誕生日来ても13歳ですもんね。やばいよ、5歳違う、やっぱえ、もう16歳になっちゃう、やばで、ST48 のチリメンパーティーが放送エリア拡大決定。 RMB 南海放送さん、初回放送は10月の明日ですね、毎週土曜日の23時からで、 KRY 山口放送さんは初回放送が始まっておりまして、毎週日曜日17時半からとなっております。で、RSK 山陽放送さんが、これも明日からですね、初回が毎週土曜日の21時半となっておりまして、 RSK 山陽放送さんのみ1週間前に放送された内容を放送します。ってことは誰だマイハとユミリンって今週だから、今週って終わった、まだよね。ってことは先週だから、え、マリンガたちだっけ、マリンガたちだっけ。で、犯罪抑止交通安全啓発キャンペーンイベントに出演決定。10月23日月曜日で、会場が12時、開演が13時、会場は倉敷市玉島文化センターで、メンバー菅原町藤原の岡山メンバーとなっております。で、徳間書店さん、月刊エンタメさん、2017年11月号に矢部下ふーちゃん、ふーちゃん、んで、ST48 メール、いよいよ10月にスタート決定。さっきも言いましたが、ババメでしかできない話とかいろんなことをやりたいと思うので、よろしく、リンリンリン。で、広島テレビ ST48 のみんなでチーム 3R 放送決定で、 3R でした、ずっと 3R って言っておりました、ごめんなさい3R だってで、ミニ番組が1回も終わっとって、10月8日の22時間違えた20時54分から21時で、10月15日日曜日に21時54分から22時で、で10月22日
日曜日に20時54分21時んいいか特番が11月18日土曜日12時25分から13時半となっております。石田千穂トロビより峰吉ありさが出ております。やりまーす。で KSB 瀬戸内海放送ひるぺこコラボ企画実施決定。普段ランチに行かない人たち、中小行かないさんにランチしてもらうため、ST48のメンバーが岡山、香川、それぞれのお店でランチメニューを考案。行かないさんがたくさん来たお店の勝ち。岡山は菅原咲、藤原あずさで、で、香川が福田あかり、榊に。で、10月10日火曜日、11時半から岡山、香川の各店舗にて開催されまして、10月4日、あ、これ終わってた。終わってたね。徳間書店さオーバーチャーボリューム間違えたナンバー12、9月27日を発売されてまして、私も見ました。なんかすごい世界観がすごい可愛くて、なんか服とかなんか本当に色も全部可愛くて、なんか渚さんとふーちゃんのって私とく永遠に渚さん推しなので、私とくの2人でした。やべしたふーちゃんね、はいはいはい、かわいいよね。瀬戸フェスに出演決定。10月29日日曜日10時から15時。レスティーホテルの出演メンバー出演時間は後日発表となっておりまして、会場は牛窓ヨッタハーダーで、岡山県瀬戸内市牛窓で開催されます。でメンバー榊、菅原、超福田、藤原、森の香川と岡山メンバーとなっております。広島ホームテレビ瀬戸チャレ ST48 の放送が決定。瀬戸内を舞台に ST48 メンバーと広島ホームテレビのアナウンサーさん中西のぞみさんが、様々なテーマにチャレンジしていくレギュラー番組がスタート。毎週土曜日深夜1時半から1時40分で、初回は10月7日の土曜日、明日ですね。これはお明日ですよ。で出演者は ST48 メンバーで中西のぞみさんでゲスト MC の10月トレンディエンジェルさんのたかしさんですね。いいね、いつか出たい。で、はい、来ました50枚目シングル1月7日第4部おみくじ抽選サイン会幕張メッセさん。こういうねイベントごとを私はしたことがないのでお楽しみにです。で2月3日パシーク横浜さん第4部生ジェス間違えた通称と写真会オアワンショット学会に。で2月4日パシーク横浜さん第4部バレンタインサイン会、わーバレンタインやって。で3月3日日の祭りの日土曜日幕張メッセさん第5部生写真サイン会ね。3月11日幕張メッセさん第4部ツーショット写真会オアワンショット動画会で、6月1日第3部生写真サイン会、これはインテックス大阪さんです。2月4日あ間違えたです。 ST48 のスペシャルステージがありまして、2月4日パシーコ横浜さんの9時半から9時50分が ST48 全員となっておりまして、3月3日マカリメッセさんで20時半から20時50分が私が出るやつとなっておりまして、もう一個の最後6月10日でしたっけの方はちょっと出ないので、もしみっちゃんがいるなら行こうかなと思ってくださってる方はここご注意を。でオフィシャルツアーグッズ一般販売開始、詳しくは ST48 オフィシャルオンラインショップまで。今なんかめっちゃ声作ったよね絶対、すごい可愛かった気する声が。はい、ゆっくり告知ができたのは久々でちょっと嬉しいですね。ちょっとめっちゃポカポカしてて、すごいポカポカしてて。
い、ヤッシーさん、おい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 、突っ込むで、ほんまに。あ、タックさん、ありがとうございます。で、フォロワーさん4000人の方に行ったらまたあれをするので、名前が出てこん、たこ焼きだ、たこ焼きだ。そう、たこ焼き買ってね、なんかいろんなメンバーとしようってなっとる今ね、買うからやろうみたいな、めっちゃ誘ってる誘ってる大阪の握手会の日にち間違ってる？これ6月10日ですか？10日です？ね、スペシャルステージが10日なのにこれが1位だとおかしいですよね。めっちゃ入れます。50位あ、入れた。6月10日よいしょ。10日か、10日でーす10日でーす、ありがとう。そうですね、来年8ヶ月後の予定が入れれますよもうこれを取れた瞬間8ヶ月後の予定もできちゃいますよイエイあ、お、ありがとうございます。未来すぎますねじゃあそろそろ終わりたいと思います。で、あの、今も話しましたが、ツアーでの自己紹介がめちゃくちゃ早口でほぼほぼ聞こえなかったという指摘を受けましたので、ショールームで今度のツアーはゆっくり喋れるように練習をしたいと思うので、よろしくリンクで、なんか本当に本当に言ってね、言ってね。はい、私がどこどこって言ったらここだよって言ってください。あれ、みんなどこどこ見つけた、みーのこと押してみーひ、兵庫県出身18歳、みーこと石田みなみです。あー、無理だ、これ絶対、これダメだ、これダメな気がする。そして男女を呼んでない、事件だ、これダメだわなんか自分でダメだと思って今。あ、めっちゃ入れるよ、めっちゃ入れるから、ちょっと気をつけて、気をつけて、気をつけて、あ、待って、 OKOK、 できるできる。え、なんかダメな気がするこれダメな気がする、なんか普通にイントネーションが変だった気する。これは事件なんだ結局戻りました、結局戻っちゃった。でもいろんじゃあれですね、めっちゃローテンションな私も見れるし、でこの子めっちゃテンション低いやんと思ったら最後ら辺にテンションがめっちゃ上がるから一石二鳥ですねすごい、ここだけポジティブ。よいしょ、壇上に、壇上、待って待って待って、すごい片手でサイン書いてるからブサイク、どうしよう、片手は普通か、押さえてないからか、暴動がやばい、これやばい耳気になる、情緒不安定ってめっちゃ言われる。私多分配信で一番言われるのが情緒不安定っていうのと酔ってるっていうことがめっちゃ言われる。そして徳尾さん、誰も笑ってないです今、ガチでガチで本当に、やめてきれ、やめてきれやめてきれはい、男女言います、男女言います、忘れて男女言います。13位バンダムさん、12位ハッシュタグ猫人さん、11位ウェプラックさん、10位ヤマンさん、9位ササヨさん、8位ペパーミントエイジさん、7位ヨイさんさん、6位リョウニュさん、5位 TOSA トシさん、トシさん、4位シロヘルさん、3位ヤッシーさん、2位モウくんは DD 中さんモウくんさん、
で1位が、あ、今気づいた、タワーが2本いる。なぜ、誰、でもキムコさんが1位ってことはキムコさんですか。ちょっとギリラじゃないわ、遡れないギフトが、待って、壊れた。あ、キムコさんだ。あ、ごめんなさい、どうしよう。次でいいですか、次で大丈夫ですか。ボード変えちゃって全然気づかんかった、ごめんなさい。語ってただけなんだ、ごめんなさい、だいぶ私語りに入ってました、ダメだな、ごめんなさい。だいぶ前なんですか、だいぶ前ですよね、買った日本いつの間に。あ、だからマイハイがあんなこと言ってたんか、あの子間違えてるわと思っとったあ、伝えたの、ごめんね。あ、そうで、タワー、じゃあタワーのことも追加で。あー、待って、揺れるよ、揺れない、揺れない、やっぱり。待って、これ問題ありなんだけど、ちょっと待って待って、字めっちゃ汚いしやばいんですけど。あ、やばいねーの足が色めっちゃついてる。とりあえず1位キムコさんなんですけど、いろいろやばいですよね。初めてこの絵を描きました。1位キムコさん、ありがとうございます。やばくない、あれですね、私時間決めたら時間絶対オーバーする。宣伝でまずオーバーした、ありがとう フレームフレーム難しいな、全然ね、目がかぶって全然見えんのよ、見ようとしたらこうなる、こうしたらいいんだ、謎の横が。目がいっとる、目がいっとる、イエイ、終わります。もう眠、なんかね、すごいすごい赤いね、なんか怖い、なんか人形か。ありがとうございましたバイバイ、充電もあと全然なかった、やば切れるわ。ありがとうございました。で、また握手会の宣伝もさせていただきますので、よろしくりん、バイバーイ。あ、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 なんでこんな暑いんだろう、やっと寝れる、ごめんなさいそれはごめんなさい、すごいごめんなさい。オッケーだ。